滋賀経済なうさて今週は木のもにあります大行醤油ですよ醤油のメーカーですか醤油ことですねお上手です <laughs> 褒められて嬉しいです、はい、ありがとうございます,いますよかったですはいの昔はですね、はい、お醤油屋さんと言いますとまあ地域に一軒ずつぐらいあったというふうに聞いてるんですけれども、はい、最近ではあまりねそういう醤油屋さんのね 普段を見つけるってなかなかないですよねなかなかないですね京都でも私も思い浮かべてもなかなかちょっと出てこないですねでは醤油屋さんはですね今どんな風に頑張っているんでしょうか、はい、行ってまいりました頑張いていきましょう長浜市木之本町にある大工醤油嘉永5年1852年創業北国街道で 木のはあの水が綺麗なのと、醸造に気候が適しているので、酒屋さんとかあのお醤油屋さんが、この北国河漁沿いにも、もっとたくさんあったんですけども、今、だいぶ減りまして、しょうゆ屋さん3軒、中庭にある井戸。 枯れたことがないというこの水を使って仕込みが行われる。醤油作りはここからスタートしまして、えー、後ろにある釜で、えー、豆を蒸します、はいえー。蒸し上がったところに、えー、小麦と大豆一対一になるようにいった小麦をこの中に入れます。うん、はい。攪拌させて。 えー、隣に室という部屋があるんですけどもそちらで3日間かけて工事、えー、にします、はい、でその後どうなるんでしょう出来上がった工事と塩水と、はい、お合わしまして、えー、それが2年か3年経つともろみになるんですけども2年も3年も、はい、お置いとくわけですか、ね、そうですねお店によっていろいろなんですけども、はい、大根醤油では商品によってまあ熟成させる期間は 多少変わってくるんですけども2年か3年発酵させて熟成させるとあの角が取れてまろやかな醤油になると昔からそういう製法であの製造しています杉樽を使ってもろみで2年から3年間自然発酵をさせるそしてもろみを絞る工程後ろの機械ね酒屋さんで、ね、私見たことがあるんですけど船という機械でして、えー、醤油はこれ、ね え袋の中にもろみを入れて絞って醤油カスになります。酒は絞って酒カスになります。はい、そういうカスってのがあるんですか。そうです。はい。でここで絞ってこの後どうなりますか。えっと絞ったら醤油の汁と、えー、醤油カスとわかりますけれども、うんえー、絞ったものをき揚げというんですけれどもそれを、えー、釜の中で、えー 火入れという工程で殺菌しまして製品になっていきます。はい。はい、どれぐらいこの時間をかけて？まあいろんなやり方があるんですけど、うちの場合バーナーで温度を上げていくんですけども、まあ1時間から1時間半ほどかかります。加熱をされますと、その後醤油はどこへ行くんでしょうか？この建物の2階にタンクがありましてそこで冷ましておを落として。 で下にあるタンクはもう製品になってるんですけどもなくなったら上からどんどん落としてくるという形になります麹を作る工程はもう年間まとめて一気にしますけども製品自体あの,の製造はタンクがなくなったらどん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 火入れをしていくともろみを絞って火入れをしていくという形ですはい1回で大体窯でこの,このタンクやったら半分ぐらいしか火入れできないんです 釜が小さいので,で1日2回それをすると大体8分目ぐらいまで火入れができるんですけども商品の違いはあのこのもろみの熟成させる期間2年のものもあれば3年のものもありますし3年のものでもそのもろみの割合によって商品のランクと値段と味が変わってくるんですけども大根醤油の醤油は濃い口だけでも4種類ある。 三年熟成のもどみを使った甘い度。二年半熟成のもどみを使った灰酢だ。そして、たまり醤油。この三種類の味比べをさせてもらいました。どうぞ。どうですか。分かりますかね。こうい口の。三年。三、えー、年。甘い油です。はい、やっぱり。 お醤油の味がしっかりこうね伝わってくるというか、はい、はい、はい、コクがありますね。そうです、三年なんで、あの、はい、コクが一番あります。次はじゃ二年をはい、あの三年に比べると非常に近いんですけど味はじゃ 結構優しい感じがするんですけど。そうです。はい、はい、あのこれとこれはあの言われた通り非常に味が近くて、はいうん、あのこっちの方が、えー、ちょっとこっちに比べるとさっぱりした感じになります。うんうん、はい。サの方がちょっと濃くはありますね。はい、はい、そうですその通りです。はい、そしてなんかたまにそうですそれがたまりになります。はい これははっきりわかりますあの明らかにちょっと濃い、ねうん、そうですはいはい、えーはい、もう見た目も色の濃い、はい、一番濃い、はい、この辺滋賀県の方はあまりたまり文化というのはないんですあのもうちょっとあの東海の方行くとあのたまりたまり屋がっていうお店があるぐらいでたまり文化がすごくあるんですけどこの辺はあの 普通つけかけ煮炊きお刺身でもお,さあのお漬物でも何でも普通の濃い口を使いますで、えー、っと向こうの方に鮎があるんですけども、うん、鮎琵琶湖の鮎をこの濃い口で炊いてそしてあの色付けにたまりを合わさるというふうな使い方が多いですねもちろんあのたまりでお刺身食べられる方もございますけども。大根醤油では かつては樽を使って家々に配達をしていたが今では入れ物はペットボトルや瓶になり近くのスーパーに納品するようにもなったそこにちょっと写真が3人車あれが第5条の第1号の配達の車なんですけどもあれでうちの祖父が、えーまあ、いっぱいに住んで敦賀の方とか福井県の方とかに、うん、配達に行ってました。はい 今はあの配達というかスーパーであのおのょうを何かのついでに買われる方が多いのでスーパーで購入される方が増えてきてきいますね6代目の大杉健介さんは42歳高校卒業後兵庫県の醤油メーカーでおよそ2年修行した。醤油業界の環境は そんな大杉さんの希望とは裏腹な道を歩んでいくことになる滋賀県でまあ40数軒お醤油屋さんがあってそのうちあの豆をもすところから一からあのされてるというのはもう3分の1もないと思います、はい、あの昔、まあ、滋賀県には醤油屋さん70軒とかそこら80軒近くあったらしいんですけどもあの醤油滋賀県の醤油組合というのができて。 あの今まで家で麹を作ってたところもそこで出資をして一括でまあ麹を作ってえまあ原料も仕入れられるしそこで麹を作ってそこで麹を買ってその麹うをもろみ蔵自分のとこのもろみ蔵に入れてそこで自分のところの味にしていくというやり方やったんですけどもその組合であのそうですね30年に20数年30年ほど前かなあのもうちょっと麹を 作でなくなどうしようかというところで、あのー、まあお大きく、あのー、選択肢が醤油の、えー、木揚げを買ってきて瓶に詰めて売るかそれか、えー、一から麹を作ってあの昔みたいにしてやるかそれかやめるか、うん、三択やったんですけども、はい、あのー、まあ あの幸いこの木本のではあのお醤油屋ではあの結構自営業と言われても会社員されてて副業でされてるところが多いんで,、うんでまあ、うちぐらいであのうゆを専業でしてるところはであのうちはまあどうせやるなら最初からという。うん やろうかということで、うん、あのまあ昔元に戻ったという感じですね。日本の食卓に欠かせない調味料、醤油だが人口減少や嗜好の変化で消費量が減っている。出荷量は千九百七十三年には百二十九万キロリットルあったが九十年代から減少。二千二年には百万を割り込み、二千十六年には七十七万キロリットルになった。 また工場の数も1955年には6000あったと推定されているが、2015年には1258とおよそ2割になっている。大江醤油では56年前から観光客向けの加工品に力を入れるようになった。あの昔ほど一般の家庭での醤油の消費量というのはあの減ってきてまして。 その中であの売り上げをキープしていこうと思ったらあの一般の家庭とあと木の本はまあ観光地でもありますので観光のお客様をちょっとターゲットにした商品軽く持って帰っていただける商品ラスクやとかせんべいやとか、うん、そういった商品もあの販売しています。一人当たりの消費量も減っている年年には年間 11.9リットルだったが2016年には6.1リットルにそんな中大手の醤油メーカーは輸出量を増やしたり減塩タイプや鮮度を保つ容器脱脂醤油など付加価値の高い商品作りに力を入れている大根醤油でも6月に新しい商品を販売する予定だ種類もまたあの6月にあと2種類増やす予定ですしはい。 あのーえー、あと今年中に、えー、また醤油と違う商品を調味料をちょっと発売の予定も考えていますはい粉末醤油も入れてだしとあ醤油を合わせてだしパックこれはまだちょっと、あのー、まだなんですけどもあの、まあ、スーパーとか売り込んでいきたいと思ってます、はい、醤油は というよりはあのだし醤油というくくりになるんですけどもあの醤油の消費量よりも今だし醤油の消費量は結構あのよくてさっき言っただしパックもそうですけどもそういうだし系の商品の方があの使いやすいんですかねあの若い方には。はい、創業200年300年の醤油メーカーとなるために。 大醤油の挑戦は続く地元のお客さんに支えられてここまでまあ商売させてもらってますけどもまあこの先もあの同じように大切なものは守ってであのまあ世の中の流れも対応してお客さんのニーズに応えてうんあのこれからもえ商売 続けていければなと、50年、100年とつなげていけるようなあの事業になればなと思っています。あのお醤油っていうのは日本の食文化を支えるものだと思うんですけど、あの文化っていろんなタイプの文化があると思うんですね。博物館とか美術館において保存するべき文化もあれば、あのそうじゃないものもあると思うんですけれども、食文化っていうのはやっぱり使ってなんぼやと思うんですよ。 やっぱりその消費してなんぼやっていうふうに思っていて私あの徳島のですねあのすごくおいしいおそうめんを依頼者の方からいただきましてそれがすごくおいしかったもんですから自分でそれからもう,相当数をもうお取り寄せしてるんですねでそういうふうにそのこのおいしいものとの出会いがあればリピートするわけですよ。でじゃあここで 大事なことはその出会いをどうやって作り出していくかっていうことなんじゃないかなというふうに思いましたね。うん、僕もね初めてこの醤油作りの現場を見せていただいたから、はいうん、やっぱりね長い歴史とここにしかない水とか、うんはい、そういう説明を聞いて現場を見るとですね、はい、すごいファンになっていくんですね。はい、現場でねお醤油の味見させてもらいましたでしょう、はい、なんかねやっぱ感動するんですよ。そうですよね。ねで何あったらここにちょっとお刺身か、はい、ちょっとでいいですか。あなる。ほど お寿司食べてそれいいですよねで近所にね、七本屋にもあるしあそういうのしたらもっともっとファン増えるんじゃないかなって思っていやそれすごくいいですよねそのお醤油に合う食べ物はこんなものがありますよっていう形で紹介していったらもっともっとそのインスピレーションも湧いてきますよねそういうね町の小さな醤油屋さんぜひ頑張っていただきたいですねそうですね応援ぜひ買って応援したいですねはい。以上特集でした ここで一旦コマーシャルです。市が経済ナウ。ここで今週のニュースです。伊吹山の麓にある舞原市大久保で、伊吹おもぎの収穫体験が行われました。この体験は、大津市に本社を置く和菓子メーカー加納醸造庵が 社員に商品や原材料への知識を深めてもらおうと、毎年実施しているものです。いぶの豪雪地帯で育ったよもぎは、葉が大きく広がりがあるという特徴があり、可能少女案で販売される和菓子にも使われています。滋賀県が東京日本橋に今年10月に開設する情報発信拠点、ここ滋賀で扱う商品などの説明会が、 大津市で行われました説明会では商品にストーリー性があるものや滋賀県の伝統を感じさせるものといった選定基準が示され参加者からは冷蔵商品の取り扱いや商品の入れ替えなどについて質問が出されました滋賀県では8月初旬にはここ滋賀で扱う商品について決定する予定です滋賀県内で3例目となる ユースエール認定企業に東大見市の宮川バネ工業が選ばれ認定書が交付されましたユースエール認定企業は若者雇用促進法に基づいて正社員として就職した人の離職率が20%以下であることなど定められた条件を満たした中小企業を厚生労働省が認定するものです中小企業への融資や経営支援で 特に功績のあった金融機関の店舗に対して、滋賀県信用保証協会から感謝状が送られました。30回目を迎えた今年、感謝状が送られたのは、9つの金融機関の47店舗です。信用保証協会では、金融機関との連携をさらに強化し、企業に応じたきめ細かな経営支援に取り組んでいくとしています。 和洋菓子メーカー、種屋グループの従業員らが近江八幡市にある拠点施設、ラコリーナ近江八幡で田植えをしましたラコリーナ近江八幡には4500平方メートルの田んぼがあり種屋グループでは2015年から農薬を使わない農業を学んでいます。このの日は、大大学学学や西安造形大学の学生も参加して、買い物客に見守らら、れながら 絹光を植えました市が経済同友会の通常総会が開かれ今年度の新しい代表幹事に立東市にある工作機械メーカー山品正規会長の大草恒夫さん71歳が正式に選任されました皆さんとともにです、ねえー、変化を起こすがを記念をし、えー、お互い皆さんと勉強してですね 日本を引っ張る日本を引っ張る滋賀経済同友会に発展いたしたと考えていますまたもう一人の代表幹事には関西アーバン銀行副会長の北浩二さん64歳の再任が決まりましたではここで経済イベント情報です滋賀銀エコビジネスマッチングフェアが6月16日に 京都市官業館宮古メッセで開かれますこの催しは滋賀銀行が環境ビジネスに取り組む企業の販路開拓を支援しようと2008年から毎年開催しているものです10回目となる今回は初めて京都市で開かれ去年より34社多い122の企業や団体が出展します長浜商工会議所では 申告時期に焦らない確定申告実務対策セミナーを6月20日に開きます講師は公認会計士で税理士の伊藤弥生さんです滋賀県産業支援プラザでは創業を目指す起業家を対象にコラボ滋が21インキュベーションの入居者を募集しています今回募集されるのは創業オフィスと創業準備オフィスです なお募集の締め切りは5月31日です。みなさん、はい。バイオリン作りを教えるという工房が大津にできたんですよ。すごいですね。バイオリンって作れるんですか。と思うでしょう。はい、はい。誰でも作れるんですよ。ええ、すごい。ではこちらをご覧いただきましょう。はい、大津市の西野町商店街です。はい、ここに今年2月にですねオープンしたゼゼ弦楽館。 がありますバイオリンやチェロを自分で作ろうという工房なんですねえチェロも作れるんですねそうなんですよすごい工房オープンした橋本さん、うんはい、65歳、はい、生徒さんもすでに11人と順調なスタートを切られてるんですよ、えー、300年前と同じ作り方で、はい、世界で唯一の自分だけのバイオリンがそうですよ、ね、自分だけが作ったものですからね。ですよね 手作りで丁寧に仕上げていくんですね。はい。制作日数の目安は週1回の作業でだいたい一年ぐらいなんですね。うん、へえ。費用は工具工房使用料が一日税込み4000円。はい。一台製作するのにまあだいたいですが年間20万円ぐらい。おお<ー>。材料費が目安として2万円から4万円です。<ー>自分が作った楽器がねあの音が出して奏でるっていうのはね何よりの喜びですね。 300年前からね、ストラディバイの時代から1600年代から、同じ作り方、同じ材料でね、道具も一緒で、ただ、電動工具にはなってますけれども、やり方、全く一緒なんですね起業してみて、どうですか、はい、いやー、本当、こんな忙しくなるとね、思ってなかったし、まあ、おかげさんでいろんな PR もしてもらって、あのー、2ヶ月で11人も来てもらっているので。 非常にに本当に、ね、嬉しい悲鳴です。専門家の知恵を借りて相談してもらってそれから一歩ずつ前に進むのがいいのかなと思いますね頭の中でいくらあれしたいこれしたいと思ってもやっぱり頭の中ぐるぐる回るばっかりなので私にとってやっぱり産業支援プラザが、ね、の,そのレクチャーが、ね、非常に良かったなと思ってますね 自分でものを作ることの喜びっていうのはもうその金銭的には換算しない喜び大きな喜びがあると思うのであの私ももう時間さえあればぜひイオリン作ってみたいいなと思いましたね橋本さんはサラリーマン一筋で、はいうん、起業の仕方が全然分からなかったんですけど、はい、やっぱり思ってるだけではなくて具体的に行動すするということが大事ですね,そ,うですよねそして誰かが助けてくれますよね。 ぜひぜひちょっともっともっと発展していてほしいですね、はい、興味があればぜひ皆さんのバイオリンをそれから自分でね作ったバイオリン弾くとかできたらすごいですよ、ね、感動的でしょう、ね、ですよねはいありがとうございます さて皆さん、はい、今週気になったことありますか？今まあ国会審議中なんですけれども、いろん実はそのいろんな法案っていうのが審議されてるんですよね。ここでですね、あの国会とかあの政府とかがやってることは自分には関係ないっていうふうに思う人がどうも多いようで、それは何にあら表れているかっていうとやっぱり投票率とかだと思うんですけれども、あの。 今インターネットが普及して何がいいかっていうと例えばこの番組も滋賀の方だけではなくて youtube を通して世界のどこからでも見れるわけじゃないですかこれがすごいインターネット普及のすごくグッドポイントだったと思うんですよでこれはですね実は私たちがインターネットを使うときに私が一番いいなと思っているのは国会審議を後から ノーカットで見れることなんですよね、うん、なので是非ともあの興味をまず持っていただいてどこかしらでノーカットの,その国会審議を見れたりしますからやっぱりどうしてもテレビのニュースとかだとカット編集されますからね例えば内閣府のホームページであるとかいろんなところで一時資料にあたれるんですね。うん、なので一時資料にあたっていただいて判断の材料にしていただけたらいいかなというふうに思います。うん 法治国家ですからね。はそうなんですそうなんですよ知らなかったでは全然すみませんから是非、はい、とも一時資料にあたるっていうことをしていただきたいなと、うんねはい、思います。さて次回はですね第5産業です廃棄物の収集運搬ですとか、はい、浄化層の維持管理などを手がけているんですがなんとですね JICA の事業として、はい、ミャンマーであることを行っているんですよ。はい ミャンマーまで取材ですか?。ミャンマーまでは行ってないんですけども。それはないんですね。はい。ミャンマーで驚くべきですね。プロジェクトが進んでおりました。楽しみにしてます。まあ、あの水質のね、浄化とかっていうのは、私たちにとったら、当たり前のことっていうふうに思ってたんですが。これが国が変わると。そうですよね。すごい技術になって。すごい宝の山になったりするんです。ねなるほどです。はい。以上詳しく。はい。次週。詳しくお伝えします。はい。市が経済ナウ 次回もどうぞお楽しみに。